歴史小説は主として歴史上に実在した人物を用い、ほぼ史実に即したストーリー、またはその時代を設定して、その中での空想上の物語が書かれたものが展開される小説のことである。一般的には歴史小説と時代小説とはほぼ同じ意味に用いられているが、文学の上ではかなり明確な区別がある。歴史小説は主要な登場人物が 歴史上実在した人物で、主要な部分はほぼ史実の通りに進められる。著者がその主人公の生き方や思想に感動したことによって物語が生まれ、主人公の行動あるいは言動に、著者が訴えたいモチーフが込められており、歴史を題材とした評論的な趣向きが強い。山岡総八の徳川家康や庭文雄の親鸞、蓮女などは、 典型的な歴史小説と言える。これに対して、時代小説は、銭形平治鳥物美化へのように架空の人物を登場させるか、実在の人物を使っても、史実と違った展開をする。徳川光国は実在の人物であるが、水戸黄門万有紀のように助さん、各さんの二人の古文を従え、諸国を巡り歩いて、裁きをするなどというのは、史実と照らし合わせると、 かなり高等無形である。いくら天下の副将軍でも大名が勝手に他の領主の領地に入ることは禁止されていたからである。つまり、史実や著者の訴えよりも面白さ、いわゆるエンターテインメント性を重要視したのが時代小説である。吉川英治の一連の作品や池波翔太郎の鬼平犯華帳などは時代小説である。かつてチャンバラと呼ばれた劇を 時代劇というが、その小説版と見てもいい。歴史小説ができる以前にも、ウィリアム・シェイクスピア、ジョンオー、リチャード2世、ヘンリー4世、ヘンリー5世、ヘンリー6世、第1部、ヘンリー6世、第2部、ヘンリー6世、第3部、リチャード3世、ヘンリーパスイや、フリードリヒ・ホンシラー、バレンシュタイン3部作などがいた。19世紀初頭のスコットランドの小説家、 ウォルター・スコットは、イギリス文学のみならず、西洋文学における歴史小説の先駆者である。1814年に発表された、ウェイバリーに続く一連の作品は、多くの模倣者を生み出し、歴史小説という新しいジャンルを確立した。19世紀前半における、ヨーロッパの歴史小説ブームの背景には、フランス革命後、民主化の進む社会において、 一般市民の居場所のある新しい歴史観が求められていたからとする説もある。そうした一群の作家には、エドワード・ブルワー・リットン、ポンペイ最後の日、ニコライ・ゴーゴリ、隊長、ブーリバ、アレクサンドル・プルシキン、大尉の娘、アレクサンドル・デュマ・ペール、ボルジア・ケ・フーン・ロク、王妃、マルゴ、チャールズ・ディケンズ、ニト物語、ギュスターブ・フロー・ベール、サランボー、ジョージ・エリオット、 ロモラ、レフトルストイ、セバストポリ物語、戦争と平和、ハジムラーと、ビクトル融合、93年といった早々たる大作家が含まれている。イギリスにおいては、歴史小説はその後ひとたび停滞するが、1880年代に、再びその勢いを取り戻した。フェデリコ・デ・ロベルト、福王たち、史上剣、ヨーゼ・フロート、ラデツキー・コー曲。 ステファン・ツバイク、マリー・アントワネット、ハイン・リヒマン、アンリ・ヨンの青春、サマセット・モーム、昔も今も、トマージ・ディ・ランペドゥーサ、ヤマネコなどが発表された。ヘンリク・シェンケビチ、クオバディス、イボ・アンドリッチ、ドリナの橋は、ノーベル文学賞を受賞した。南米からは、エウクリデス・ダクーニャ、オクチ、GLR ・ジェームズ、ブラック・ジャコバン、マリオ・バルガス・リョサ、 世界終末戦争が発表され、アレホカルペンティエル、この世の王国は、ラテンアメリカ文学、ブームをもたらした。アフリカ文学では、ウォーレ、ショインカ、死と王の先導者、クギワジオン語、ナクナ、我が子よ、ペペテラ、マヨンベ、チママンダンゴズイアディーチェ、半分登った黄色い太陽が、各国の戦争等を題材としている。ジョン・ブライリー、遠いわけは、 スティーブ・ビコ暗殺を描き、リチャード・アッテンボローが映画化した。第二次世界大戦以前は史実を踏まえて書かれた、小説というものは少なく、また歴史を扱った文芸作品として、江戸時代以来の講談の人気が強かったことも、歴史小説の勃興を遅らせる一因となった。その中でも、島崎闘村の夜明け前は、歴史小説の白日とされる。続いて、森外も、 歴史そのまま、歴史離れという二つの形態の歴史小説を執筆した。昭和期に、吉川英治は多くの読者を獲得し、中でも健全一女の境地を求める主人公を描いた宮本武蔵は戦争下において広く受け入れられ、大衆文学の転機となった。この他、下沢宏氏は、不死か、勝海回などを、寺島正樹氏は、廃止物語の 日本海軍戦記土等を発表した。戦後、芝良太郎らによって歴史小説は大きく変化した。芝は独自の視点から、龍馬が行く、坂の上の雲などの作品を発表、その後の歴史小説に大きな足跡を残すことになった。江戸川乱歩小作家の陳俊信は、中国史に題材を求めたアヘン戦争などを書き、吉村明は、 記録小説と呼ばれるジャンルを開拓した。女流作家として、長井道子、杉本園子、安西敦子らの活躍も目覚ましかった。大物作家でも、吉川英治は、私本体兵器、海音寺長五郎は、天と地となどを発表した。中でも、山岡総八の徳川家康は、異例の長期新聞連載となり、空前の家康ブームを巻き起こした。近年、 推理作家の黒岩十五、SF 作家の高橋克彦、ハードボイルド作家の北方健三といった、他ジャンルからの作家の活躍も目立つ。また、西洋史に題材を取った小説を多く発表している、塩の七尾、藤本ひとみ、佐藤健一ら、外国歴史小説の書き手が非常に多いのも、日本の特徴で、特に、中国史に関しては、陳春心、宮城谷正光、 塚本青文、み、坂見健一らによって大きな一分野を成している。ありがとうございます。